全北大学校は、全羅北道全州市とくつく、くだら王子567に本部を置く、大韓民国の国立大学である、1947年に設置された、大学の略称はジャブニュー。全羅北道の地域拠点国立大学である、全北大学は、2021年、QS 世界大学ランキングで、世界591から600位、アジア110位、 韓国23位をザ世界大学ランキングで世界1001位を世界大学学術ランキングで世界501から600位にランクされた。2019年基準の学部生は18,144名、大学院生は3,613名、教職員は3,208名である。韓国政府が実施する大学基本力量診断評価では2020年。 最優秀等級である自立改善大学を受けた。兵語は自由、正義、創造であり、象徴は表である。全北大学校は1947年10月に開校した同立理里農家大学が始まり、1951年全羅北道知事金、カーの方針で、理里農家大学は全州名林大学、軍山大学と統合し、 1952年6月、全北大学校として開校する。初代総長には、金都県が就任した。1955年、中央図書館を竣工する。1970年に、医科大学、1971年に、市販大学が設置され、1973年には、今の機械工学部、新素材工学部金属システム工学専攻、資源、 エネルギー工学科、農学系列が1979年に機械設計工学部、機械システム工学部、新素材工学部金属システム工学専攻を政府で特性科学科に指定し関連学科が飛躍的に発展した。1980年に歯科大学1982年に社会科学大学1987年に 芸術大学、1988年に獣医学部、1991年に生活環境大学が設置された。1994年には国策高大事業に自動車分野の機械工学科、精密機械工学科、機械設計工学科、電子工学科、電気工学科、金属工学科、材料工学科が特性科学科に選定され、 財政支援と教授陣の拡充によって発展した。1996年には、農業生命科学大学が農林系、特製科大学に選定された。2001年、全北大学校発展講演会が設立される。2003年、翻訳及び通訳サービスセンターが設置される。2008年3月、増山大学が統合される。 全北大学は2006年から2014年まで総長を務めたそこそこ総長の改革と主導のもとで急速に成長した。日本中国、ありがとうございます。